よし。すごい久々。ちゃんと動くかな？どうしてもきついんだよね。すげえ。すげえ。いてててて。あ、間違えた。いかんいかん。さあどうしようかな。惜しかち。一番辛いまであるかもしれないな。
これ食らっちゃうな。どうルシアか、どうしようかな。なんかきついキャラ増えたな。やっち。うっぱ。嘘。いろいろごめん。ああ、なんかラグいよ。さあどうするかね。この人ダイヤなんだ。強いな。ルシア。きついよな。どっからきつかったけど。ごめんごめん。あ、ちげ。ごめんごめん。変なんでた。勝利か。恨んでた。ごめんごめんが。そうだよね。きついっす。
ルシア、どうやって戦うのがいいんだろう。全然わかんねえや。どれだっけ？これどうしたらいいんだ？いやー、きついだろこれ。あ、きつい。どうしよう。出せなくない？これ。変でやんないわいな。ちょっと久々に。全然ね、トリガー2ダメなんですよ。手がね、動かないんです。ゲームもない。なるほど。全部やり直したからダメかもしれませんね。いかん。危ないよ。ゲーム音がない。声は聞こえてますよね。え、ありがとうございます。いや、ごめんなさい。なるほど。音が出てないっすね。おーい。あれー、音出して。
これでどうすか。全然ね、トリガー2使えてないです。ガラ使いに個性が増えたっぽくて良き。トリガーの選択は結構難そうな感じがありますね。そうなんですよ、全然わかんないです。さっきも言いましたけど、トリガーというよりはスキルで選んでる感じですね、今のところ。トリガー2に慣れてないだけっていう話もありますけどね。それだとね、勝てなくないですか。いや、届かねえのか。逆にやっぱ一のが強いんじゃねって思う時もあります。バラ、やっぱ一の方が逆転できますよね、当たり前。まあ3本だから当たり前ですけど、2はね、なんか安定して勝つには1、2でもいいのかなって気がするんですけど、今もうごちゃごちゃですよ。スキルもトリガーも頭の中もごちゃごちゃ、手も動かないし。一のが余計な読み合いしなくて済む。まあ手と頭が慣れてますよね、一の方がね。けど自分の場合は元から余計な読み合い増やしてる方なので、今のトリガー2が結果としてかなり馴染んでるみたいな感じです。面白い、確かに確かに。ちょっとダメだ、出ない。まあトリガーにも慣れたらね、いけそうですけどね。もう
ットクラ感が多いおかげで発動がプッシュされているのもあります。あ、それ大きいな。もう適当に中継にやられるのすげえムカつくんですけど。どうやって戦ったらいいのか分かりません。デオさんそうなんだよな、大パンバリンバリンになるから VTH もりもり溜まりますよね。普通に2回発動がなんか基本戦略に置けそうですよね。ジュリしゃがみ大パンチを置くぐらいしか最高策が分かんない。こっちのが体力悪いのに発動早い時ありますね。あら面白い。体力多いのに発動早いは面白い。急にトリガーミの選択肢はさすがになさそうです。いやそれもまだ微妙で、やっぱスキル2の方が V ゲージ溜まるんですよ。少しずつなんですけど。発動っていう選択肢っていうか戦略だとスキル2トリガー2もひょっとするとあるかもしれないんですけど、あれやってみたんすけど相手崩す手段がしんどくて。そうなんですよね、投げ多くなっちゃう。投げ多くなっちゃう。そうね、そうなんですよ。結局だからありかもしれないんだけど、割と相手キャラとかなんか相手のプレイヤー依存みたいなところがあるかもしれないなと思って今はちょっと捨ててます。これガチで強いんでこれは練習したいですよね。いや間違えた。トリガーにもすごい考え方難しくって、結局超減る駒投げなんですけど、駒投げは前から持ってるんだよなとかって思うとなんかちょっとどうかなって悩む時があります。やってて一応同じ駒投げじゃなくて発生も違うから5と、ね、あの7なんで使い分けできるんですけど、
でもなーとか、まだそこまでちゃんと使えてないからですね。変化に耐えれてない、対応できてないんで、トリガーにを使うまでいってない。闇雲に出すよりはスタンス取りサルシラに入れて使う感じで今は持ってます。あー、なるほど。スタンチと、まあ闇雲に出してもダメなのはそうなんですけど、スタンチとリーサル視野に入れてだとトリガー1でよくねってなりません？まだ強さあるなとは思ってるんですけど、まだわかんないですね。トリガー1のダークなのは確かなんですけど、コマナで再生しているのが楽しいですよね。には楽しくてついつい突っ込んで負けるっていう。あとあれですね、とっさのコンボとか、行くべき選択肢が混ざる。トリガーにもちょっと試してみよう。キャラによって試してるんですけど、いかんせんは使おうっていうキャラがそんな多くなくて、視野に入れるとガチでごちゃごちゃになります。そうですね、僕は確実にこのキャラにはスキル2だっていうのがいる気がしてるんで。そうなんですよ、スキルとトリガーの組み合わせ4パターン、これマジでありになっちゃったからどうしようかな。もう一回アレックスは怖いんだよな。でもいいじゃないですか、最終的に多分4種類これ全部使いそうな気がしますよ、組み合わせ。
20th in Asia. Round 1. 手は使ってんな、みんな。すごいな。おお、通称投げすげえ。すげえ。ドグラーレク、バラ。いや違う、間違えた。うますぎる。確定してる。大体全部カウンターで当たるんだけど。ごめんなさい、イエス。全然分からんするんだけど。ハイドのクラスです。
最後プラスですね。持続当てになってます。うわ、2連打。分かんなかった。駒投げが出た。駒投げ警察しかもなぜか大刑じゃなくて大足。こんばんは、お久しぶりの配信ですね。あ、沢和さんこんばんは。超久々です。ジャージ別カラーかっこいいですよね。そうなんですよ、トリガー2も練習したいし、いろいろ練習だから今ジャージでいいかなと思って。は相変わらずいけそうですね。次はトリガー2のキャラがいいな。ゴーキ行ってみましょう。どうしたらいいかよくわかんないんだけど、ゴーキのトリガーザンクってスウェーで抜けて打撃やったら残りカスもらえますかね。トレもしろって話なんですけど。トリにはキャラによってという感じですか。そうですね、今のところドグラさんにフラットに立大系したら酔って適当なアドバイスしてきましたまたそういうアレスさんくらいしかしてこないけど笑って。そうですね、トリガーはキャラによってですね、今のところ開けない。フラッツ対策はラリアット。こんばんは。こんばんは。おお、ミシーさん、スタジオ。全然体が動きません。トリガーに、なんかただ V リバとシフトやるだけの、あのトリガーになり下がってます。ラウンド2。エイペックスの始まり見てます。
超投げに行きたくなる。落ち着け。こんな感じなんですよね。トリガー関係ないんですよね。選んでは見るものの。トリニダとスキルニトの。シナジー微妙そうですよね。そうなんですよ。なしじゃないような気もするんですけどね。使わないやつ。使わないやつ。なんかでも発動してる時のララって実はシフトと V リバーがないだけのララになり下がってません？なんかシフト使えなくなるのが痛くて、それだったらなんかゲージ抱えてシフトとリバーに回した方がなんかそっちの方が正しいトリガー2の使い方なのかなとかって感じてんですけど、でもまあ分かんないですね、まだね。難しいですね、答え出ない。竜が一番悩みますね。ですよね、アップデートあってリュウ、ルシア、あとは誰だろう、イブキ、なんかきついキャラがきつくなったっていうところがありますね。でもまあガエルとかキャミとか上の方、ユリアンか、あとはすごい楽になりましたけど。
Round two. Fight.竜どうやって戦ってるんだろうっていうのを一番なんかみんなの配信を見てるときに見てるんですけど、みんなバラバラな感じですね。やっぱりなんかこう戦うんだみたいなのがまだ見えてない。まあ道義竜だけじゃないかもしれません。ルークとかもそんな感じか。全部オンになってるよね。どれが飛びだっけ。これかな。あ、飛ぶな。玉キャラは二流要素ですよね。どうなんでしょう。玉キャラは自分はそろそろ寝ますね。はい、これでこうかな。まあ、これありそうですね。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。チケ。あ、違う。自分もちょっと今日は久々だったんでテストを兼ねて配信して少しだけっていうつもりだったので、12時過ぎたらそれぐらいめどに終わろうと思います。アレックス増えたな。戦ごとにトリガーとかスキル変えるともうごちゃごちゃになりますね。まあ、それは楽しいですけどね。アレックスはもともと超有利だったと思うんですけど、やっぱりあんまり変わらないかな。
しいっちゅう。Final round.2を使いたい。クセも使えばいいのか。鳥が愛知なんだけどな。いや、行ってみましょう。だんだんスキル2のキャラの方が多くなってきちゃったんですよね。ポイントはそこだよな。それしか狙ってないから弾だけしか狙ってない。リガー2だとシフトとリバーに使ってしまいます。別に悪かないんだろうけど、よし、じゃあ次の人で終わりにします。
いや、ボンだったけど、このダルシムで終わりにします。ダルシムもね、最近スキル2なんですよ。あ、この人は時々当たるからラグは大丈夫かな。大丈夫じゃない。行ってみましょう。よし。I am not very fond of conflict. Round one. Fight.さつていきます。知らせろ。ダルシム最近ね、調子いいですよ。あの三大ダルシムにも2先で1つ安定して取れるようになってきました。まさかダルシムの前捨てが見れない。
危な、全然いけてない。よし頑張ろう。ございました。よし、それじゃあ12時過ぎたのでこれで今日は終わります。お疲れ様でした。おーい、ありがとうございます。よいしょ、ではお疲れ様です。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。